晩年の藤川祐藤川祐昭は15年11月6日は日本の医学者、医学者や、旧姓は藤川、幼名は三つる人、秋国沼田群長学寺村出身、医師藤川幸の子に生まれる。幸は医師であるとともに若関心にも優れ、1872年の人身古跡作成時に藤川及児である藤川と改名している。 1879年、半校浅野学校から、広島県立中学に転学を経て1887年、広島医学校を卒業。同級に、天子志郎ら、上京し、明治生命保険の保険医となる。片原中外維持信法者に入社。社用で、全国各地を旅する機会に恵まれ寸化を見て、各地の先哲、名医の医長や、文献の発見に努めた。 また所属する出版社から多数の医学雑誌を創刊、ゴヒデゾーラとも親しく交わり医学誌に興味を持つ。1890年第1回日本医学会では記録幹事を務め、日本医学の近代化の先達として、前の両宅の贈与を政府に対し要請。これが取り上げられ1893年、前の2世四4位が追贈された。この頃から医学という学問が進み、 技術がいかに進んでも、移動が確立されていなければ、十分ということはできないと、日本医師学という前人未踏の分野に挑む。日本にも長い医学の歴史があるが、資料を集めるのが困難である。それどころか資料の分布所在さえつかみがたい。資料の真偽を見分けることが困難。高度の監視機関を必要とする、古文書の文字の解読に、特別の知識を必要とする、医学の歴史は、 過去の時代時代の政治と文化の結果ゆえ、これについて十分な教養を必要とする、順序よく分類し、体系づけ変術することが困難。今日の文化、学術、政治についても十分な知識を必要とする、これらの困難を克服する実力と根気強い意欲が必要とこれらの理由から、日本の医学史は世に出ていなかった。さらに当時は、 西洋医学の全面的な来産の時代であり古い、和漢医学は帰り見られなくなりつつあった状況も、藤川に強い危機感を与えていた。当時藤川の医学文献収集を競ったのが、日本人ではなく、新国外交官として、日本に滞在中であった洋子系であった事実がそれを、物語っている。1895年、ゴーヒデゾウ問者を起こした数の書籍を発表、また、 中央公論などにも多数の論文を発表、講演を行う。1889年、結核をやみながらも、西洋医学を学ぶためドイツイエナ大学に留学。正規転換期のドイツで、神経病学及び、理学療法研究、ドクトルメディチーネの学位を取得。また、性科学、教育病理学、教育治療学、犯罪人類学など、進行医学に触れる。 1890年帰国後、東京日本橋の中須洋上院の内会長となる、1897年、東京のご秀蔵、天子四郎らと、ゲイビ医学会を設立し、広島地方の医学水準工場に寄与。1902年、児童の研究は、心身両面から行うべきと、日本児童研究会を創立、ドイツ留学で出会った、教育病理学、 教育治療学を体系的に論じた。これらは、精神白弱の発生原因が、血筋や家系と言われた時代において、科学的判断をした草分け的なものであった。後1915年設立された、民間児童相談所の草分け、日本児童学会付属児童相談所創設などにも、関与した。1904年筆生の大著、日本医学史を刊行。 太古から明治中期に至るまでの日本医学の発達変遷を詳細かつ系統的に述べた重賞1000ページ。あまりに及ぶ同書の完成によって、日本の医師学は初めて確立された。同書は、後1912年、帝国学士院が創設した恩師賞を受賞した。1914年文学博士の称号を得て、多くの帝国大学、慶応義塾大学で医学士を講じた。 活躍の舞台は、医学史にとどまらず、医政医師法、医薬分離問題にも関与。日本医学史観光前後に、日本内科学会、医科機械研究会、看護学会、癌研究会、人生学会、日本医師協会など多くの学会、協会を設立し医学の発展に尽力した。また医学的生物学的知識に基づく、性教育を奨励。1908年。 高輪中学校長、流行両親に依頼され、同校において、性教育授業を行い大きな反響を呼んだ。1906年東洋大学教授。1912年、日本医学史に次ぐ、第二の巨団、日本疾病史を刊行、これにより19、1915年医学博士の称号を得る。博士が続々出現するのは1920年以降であり、それ以前に、 これを得るのは容易でなかった。特に帝国大学で教育を受けていない。この頃から宗教面での活動も目立ち1921年、日本女子大学などとともに、日本で最初に社会事業教育を行う東洋大学社会事業科初代課長就任。1922年、鎌倉中学校を設立し、初代校長。1923年、空居の鎌倉で、 関東大震災に愛不詳。1925年、大阪のプラトン社が、婦人文化、家庭文化の向上、児童の健全育成、宗教による精神文化の向上を目的とする研究機関、中山文化研究所を併設。藤川は所長に招かれ、この中に、婦人精神文化研究会を開設し書籍の発行のほか、先駆的な女性文化研究、 児童教養研究等を行う。1926年開館した、浅野図書館建設にあたり高くす順次郎らと共に、顧問として尽力。1927年、父が創設した研究団体であった進む審議会を継承する、発展させる形で、日本医師学会を設立した、医学雑誌のみならず、婦人雑誌、家庭雑誌、看護婦雑誌。 新聞の家庭医学欄など自身が手掛けあるいは協力して出した出版物は千数百件を超える。こうした医学関係の出版物の充実に藤川の構成に残した功績は絶大である。医学者であると同時に医学ジャーナリズムの開拓者、医学ジャーナリストの草分けでもあった。1940年間赤病で逝去去年75。 医学史編集にあたり全国各地から集めた4340余るべ9000余冊の収書は京都帝国大学に寄贈され、現在、同大学図書館のホームページで藤川文庫として全目録が検索でき、基調資料を含む403点は全ページ画像の閲覧が可能。また教科書や教育関係資料図書171点は、 東京大学教育学部の電子版藤川文庫としてこちらも全目録検索、全ページ画像閲覧ができる。広島大学医学部構内と広島市浅南区、長楽寺3丁目に検証費がある。四つを藤川秀夫は、ドイツ文がありがとうございます。